この場所が JR 中央線沿線の、はい、勝川駅の近く、はい、もうすぐですね、歩いて、はい、3分、そうですね、ペデでつながってます、はい、ペデストリアンデッキで、はいはい、ペデでつながってる徒歩3分のところにある、はい、コミート、はい、というところにこのルーム8というコーワーキングスペースがあるんですけど、はい、この空間はいいですよね、はい、いいな。こう何年目ぐらいでしたっけ、できて。3年です。あ、もう来るたびに、はい、この空間いいよなとか思いながら、はい、いつか俺はここで仕事するんやと思って、はい、ずっと引き寄せをやってるんですけど、はい、なかなかね、はい、なんかね、ちゃんとここに来た時に、はい、僕はあの、はい、入り口開いた瞬間に、はい、おはようおはようって、はい、あのここに働く人たちがいて、はい、僕がそこにおはようって来ると、はい、みんなが笑顔で、はい、おはようございますみたいなのを、はい、この引き寄せてるんですけど、はい、なかなかね現実がそれを許してくれない、はい、多分これはスピの限界なんですよね。まあそこですよね。そこですよねっていうのはそこですよねっていうのはスピの限界がそこですよね。スピの限界はありますよね、はい、でこのスピの限界を逆手にとって、はい、みんなはその引き寄せのやり方を間違えてるよっていう、はい、反スピ、はい、反スピのスピがあるんですけど、はいはい、それをやっても、はい、結局言うのは、はい、行動せよなんですよ。結局行動しないと変わらないって話ですからね。そうなんですよね、はい、でチラッてその横を向くと、はい、マーケティングがキラキラしてるんですよ、はい、いらっしゃいませって、はい、マーケティング役に立ちますよって、はいはい、この辺ですよね、はい、で、まあ、今日ちょっと隊長と話しながらここでパチパチ準備をしながらですね、はい、ここでもやってる、はい、あの歯のホワイトニング、はい、で看板というかポップが立ってたるんですよね、はい、でここのコミートという中には、はい、いろんな施設が入っていて、はい、スポーツ系が多いですね。まあ、エニタイム、エニタイムとこのいつも私のところの後ろで輝いている、はい、正しいですかっていう、はい、まあ、ちょっと飛んでますけどね、はい、映像では。あ、そうですね。あなたの運動が正しいですかっていう、はい、そのパーソナルトレーニング、パーソナルトレーニングやるところと、はい、あとゴルフもありますね。ゴルフもあります。で帰りにここを通る人がですね、はい、やっぱポップを見ていくんですよ、はい、歯を白くする、はい、上手ですね。何かですか、この何て言うんでしょう、はい、スポーツと歯を白くしたいっていう親和性、はい、僕勝手に信じてるんですけど、ま、ともあっちの人、フィットネスの人たちは、はい、まあ、結構白い歯に興味はありますよね。健康が高まるにつれて、はい、いや僕はその20キロダイエット下身なので、はい、やっぱ分かるんですけど、はい、なんかシュッとしてくると、はい、至ってないところが気になってはくるんですよね、はい、もう頭はしょうがない、はい、頭はしょうがないんですけど、まあ、僕結構そうガチな人が多いので、はい、ボディービルの選手権出たりするとみんな帰ってって、はい、笑顔じゃないですか、はい、黒く肌黒くして、はい、そうですね、はいはい、っていうのもあって興味がある人が多い。でそこからいらっしゃってる方も多いですか。多くはないですけどね。その、まあ、全員が全員ボディービル選手権目指してるわけじゃない。ああ、なるほど。でエニタイム、はい、で体調も入ってるんですよね。入ってます。でちょっとなんか話をしていて、はい、あ、今日この題名にした人生に役立つポジショニングとしたのは、はい、こんな本を持ってきていてですね、はい、ポジショニング戦略、はい、あ、初版が2008年になってます、はい、エニタイム、はい、いいなって話をしてたんですよ、はい、これ世界でどこのエニタイムでもいけるんですよね。いけるはずです。あの、はい、僕コナミ入ってたんですよ、はい、コナミは、はい、そこで契約しました、はい、だとすると、はい、そこなんですよ、はい、で他のとこ行っていいかってなると、はい、多少ねお金かかるんですね、はいはいはい、まあ、それも何て言うんでしょう、囲い込みなのか、囲い込み、まあ、そこが戦略であるわけじゃないですか、うん、そういう戦略に契約すればどこでも行けますよ、はい、みたいなのって、まあ、結構コワーキングとかも多いです、そういうのが。ああ、なるほど、はい、でそうなるとやっぱり、まあ、私の会社の近くにもエニタイム、はい、あ、ここのイオンにもエニタイムみたいなの、はい、
見ると、YouTube 見ると、はい、なんかアメリカ横断みたいな人が、はいはい、エニタイム持ってますとかで、はい、シャワー浴びてるんですね、はいはい、あの使ってないですって、シャワーで使ってますみたいな、はいはいはい、これうまいなと思って、はい、でもうそうだったらエニタイム一強やんって思うと、はい、チョコザップみたいなのも出てくるんですよね、はい、チョコザップもどこも行ける、あれ確かどこも行けるはずです、はいはい、でまあチョコザップは会員版みたいな感じじゃないですか、そう私服でできるみたいな、はい、でそのジムだけじゃなくて、はい、ホワイトニングがあったり、はい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 、カラオケがあったり、カラオケがあったり、はい、なんならオフィスあったり、あだとあ、はい、いいかもなってなりますもんね、だからあのコンビニ的な立ち位置ですよね、手軽な、エニタイムは、はい、本格派、本格派来てる人もガチな人、こういう人が多いじゃないですか、多いです、あの私すれ違う時にちょっと下向いちゃいますもん、はい、こう太ももぐらいの腕の人、そうですね、はい、はい、でそれポジショニングですよね、ポジショニングです、どこを狙うかみたいな、そうなんです、ブランディングもありますけどね、まあ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 、まあ、はい、うん、そうですね、はい、っていうのが書いてあって、いやこの本で書いてあるのは、はい、人の頭の、はい、どこに入り込むか、はい、みたいなことが書いてあって、はい、あでちょっとだけ今日紹介しようと思ったのが、はい、こちらの本でですね、何が書いてあるかっていうと、この効果的なマーケティングには4つの P が核だよっていうのは、はい、もう初歩の初歩であるんですけど、はい、4つの P っていうのはプロダクト製品、はい、プライス価格、プレイス場所、そしてプロモーション宣伝だと、はい、でまあマーケティングとか、あこれマーケティングの基本で、はい、ポジショニングっていうのはこの企業には、はい、全部で勝負するとかは難しいと、はい、ランチェスター的な話のこと、そうですね、はい、広く勝負かけるのは難しい、的確に選び取ってそこを狙うっていうターゲッティングが必要だと、はいはいはい、しかしこの4つの P に取り掛かる前に何よりも重要なステップはもう1つの P、 ポジショニングであるっていうのを、はい、この本で言ってます。っていうポジショニングです、ね。っていうポジショニングです、はい。はい。っていうポジショニングをやってます。はい、そのフィリップ・コトラーは、はい、このポジショニング理論はマーケティング界に革命を起こしたよなんてことを書いてるんですけど、はい、でまあこれはそのペプシで言うと2番目っていうのを打ち出して、はい、まあ昔日本でもありましたね。はい、AU、ドコモがまあ携帯で1位っていうのがずっとあったんですけど、はい、2位がこの世界を面白くするみたいな売り方で、はい。はい、ドンって売り上げを伸ばしたっていう、なんで我々でも結構テレビとか広告、はい、CM を見ていると結構見てるんですよね、はい、そのポジショニングの例を、はい、どこのポジションを取るかですよね、ポジショニング、あどこの、そうです、はい、そうです、で人の頭の中には、はい、もうイメージが一番っていうのは多分もう基本この本でも、はい、人の一番を取るといいよっていうのは書いてあるんですね、はいはい、ランチェスターですよねナンバーワン戦略といえばランチェスターで、この本でも言ってるのは、はい、ナンバーワンになれるポジションを取れと、はい、でそれは言い方、はい、ちょっと変えるだけでナンバーワンのポジションは取れるよっていう話をしてるんですね、はい、まあ、なんか結局どれも同じようなことを言ってる感じはしますよね、はい、ポジショニングなので、はい、どこのポジションを狙うかみたいな、この考えるのがポジショニングで、はい、そのポジションをどう打っていくかってなるとブランディングみたいな感じじゃないですか、そうです、で、はい、この本で紹介されているのは、まあ、このコピーの作り方、はいはい、例えばその有名なコピーで言うと、昔そのフォルクスワーゲンって、はい、あのビートルですね、はい、あれが売るときにシンクスモール、はい、でこの新聞一面にですね、はい、ちっちゃくフォルクスワーゲンビートルを乗っけて、はい、シンクスモール、はい、って書いたのが、まあ、どの広告メーカーを見ても、はい、まあ、出てくるんですけど、はい、それで爆発的に売れたんですね、はい、我々が知ってるレベルで話を出すと、はい、マックがそうですね、マックがそうというと、ジョブズのマックが有名なコピーであるのが、はい、シンクディファレント、はいはい、考え違いじゃなくて違う違う、考え方を変えようですね、はいはい、っていうその違うところでナンバーワンになるとっていうのを我々もできるといいよねって、はい、いうのをこれからやろうとしていますできてないって話なのかな、それが、ま、ランチェスター的にいくと、はい、どこでも行けるよって話じゃないですか、
考え方を変えればナンバーワンは比較的簡単に取れる、まあ、ポジショニング、はい、例えば世界ナンバーワンは難しいけどみたいな、あ、そうですね、地域ナンバーワンですね、はい、地域ナンバーワン、はい、春日井が難しかったら勝ち側、多分我々は勝ち側ナンバーワンの、はいはい、YouTuber ですよ、はいはい、ですればそこでは1は取れるみたいな、でそこから伸ばしていけって話ですね、はい、で、はい、そのナンバーワンを増やしていくみたいな、多分エニアグラム YouTube エニアグラム界では多分我々は多分ナンバーワンですよね、この辺でってこと、いや YouTube の中でエニアグラムを紹介してる、はい、チャンネルといえば、はいはいはい、多分 M8 招待なんです、はい、結構上位に来るので、はい、MBTI ではそれが失敗しました、はい、途中までうまくいったんですけどね、だからまあそこを維持する必要があるって話ですよ、隊員でもある知らんがなのゆっこさんが取っちゃいました、はい、その座を、はいはい、で今我々はアーキタイプで1位を狙おうとしています、はい、でその1位を維持する必要もあるって話ですよ、うん、その仕方は難しいですね、まあ、プロダクトですよ、いい商品を作り続けるってことですね、はい、で、まあ、この本でその自分のキャリアアップに応用できることっていう項目があって、はい、あで入る前に皆さんごきげんよう、ごきげんよう、マーケティングってかなりたくさん本を読んだけど原理原則はみんな同じですと、はい、でまあ、原理原則を多分突き詰めていくと、はい、行動せよなんですよね、行動せよというかマーケティングですからね、あ、ごめんなさいね僕は小屋癖があります、はい、ごめんなさい、商品開発とかもあるわけじゃないですか、はい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 、どんなものがお客さんに売れるかみたいなのを考えるとか、でもねここでね、はい、スパッて分かれるのが、はい、僕はやっぱりね本田圭佑さんの言う、はい、名言あるじゃないですか、結果にこだわるな、はい、成功にこだわるな、はい、成長にこだわれと、はい、僕がいいと成長したと思ったんならいいみたいな、思ったんならじゃないですよね客観的に成長したかどうかじゃないですか、これがまあ、はい、ここにあの、はい、大きな川が流れてます、はい、それの解釈で言えば38度線、僕が成功したと思ったんだからいいじゃんって全部言えますからね、はい、はい、であとあるのがその全部運だって言いますよね、はい、そこにかけてます、結局スピーカー俺は運を引き寄せる必要がある、はい、はい、だから勉強は大事だと思ってます、はい、